小山市からやってまいりました進撃部アクトと申します。よろしくお願いします。先ほどのね総踊りでも今日のパワーの 90% ぐらい使っちゃったんですけどね、この会場ね全力で盛り上げていきますのでよろしくお願いします。さあお客さんに最初に言ってきますね。はっきり言います。私たちよさこい踊りは下手くそです。ごめんなさい。なんせ会場祭りを盛り上げることはどこのチームにも負けません。今日は皆さんに楽しんでもらえればという愛の手を用意してまいりました。皆さん日本代表の応援ってご存知ですか。日本チャチャチャ日本チャチャチャですね。あれ私にもじりましてよさこいチャチャチャってやったんです。ちょっと練習してみますよ。お手上げせーの、よさこい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 。ありがとうございます。ぜひね曲の最初の方と中ほどにありますので一緒にね手拍子しながら楽しんでもらえればと思いますのでぜひよろしくお願いします。じゃあ踊りご準備をしましょう。また踊りのね中ほどにはお踊り子が皆さんのもとに伺ってね一緒に楽しめればみたいな感じで踊りを披露できればと思いますのでそういうもので一緒に楽しんでもらえればと思いますのでよろしくお願いします。私たち進撃部とも2020年からやっぱこういう状況にあって、特にね学生のメンバーも多いのでこの下寄のステージを一度も経験せず卒業していったメンバーもいます。ただこういった形でですね今回開催をいただいて踊れることに喜びを感じながら精一杯演舞したいと思います。じゃあ踊り子気をつけ、見ていただくお客様に礼、よろしくお願いします。じゃあ踊り子盛り上がっていけるか。それでは参りましょう。新芸組アクトであっぱれ日本。じゃあお客さん最初からお手拍子いきますよ。はい、いきます。せーの、よさこい。ありがとうございます。よさこい、よさこい、せーの、よさこい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 。
本日は一つ付けよさかい夜市祭り、たくさんのご来場の方誠にありがとうございます。2020年より私たち新芸人ライフとの思い通りの活動はできませんでしたが、このような大きな舞台を楽しみにまして誠にありがとうございます。最高のお客様と一緒に盛り上げてまいります。いただいた並びに参加していただいたお客様に感謝、京介レッ、ありがとうございました。アクト撤収。さあありがとうございました。栃木県大山市からお越しの新芸組アクトの皆さん。